あ、どうもこんにちは、埼玉で音楽講師をしたりサークル主催をしたり、会社経営代表しておりますトモキと申します。よろしくお願いします。今日はですね、練習ボーカル練習ミックスボイスの練習している方へ、まあそれ以外でも日々頑張っている方へ伸び悩み、成長が止まってるなと悩んでいる方へ、向けた動画となっております。成長レベルアップのコツということでお届けをしていきたいと思います。成長レベルアップのコツですね。まあ例えばね、まあ、音楽ミックスボイスボーカルだったら、まあ高音が出ない、音量声量が出ない、リズム音程が合わない、あとはまあ抑揚もね結構スキルなんていうのもいろいろあったりして、思うように練習してるんだけどなかなか成果が出ない、まあそれは最初1週間1ヶ月ぐらいだったらまだ良かったものの、半年1年とかやっててそんなに変わり映えしなくなってくると結構へこみますよね。成長してない自分を感じちゃうと。で、まあもちろんそれは続けてれば多少は成長、絶対成長はあるはずなんですけど、間違った方法でなければ、まあ続けていて、ああちょっと壁を感じるな、今スランプだなと思った時に考えること、まず、自分が今練習をしていて、まあ成長が止まっているという感覚は辛いとは思うんですけど、やっていること自体が好きかどうか、楽しいかどうか、これまず一回ちょっと振り返ってほしいなと思っていて、で、まあ、歌の練習だとしたら、まあ、歌の練習、そもそも自分は本当に歌いたいのかなっていうまあ歌いたいから練習してると思うんですけど、例えばあとはじゃあ課題曲、今この課題曲を使って練習してるけど、この課題曲で本当にいいのかなとか、ちょっとこうやっていることを一回まあちょっと疑問をぶつけてみてください。自分の心に対してね、楽しいかどうか、好きかどうかで、やっぱりこれは自分は今そんなにやりたい気持ちがしないやってなったら、それはもうやめてもいいと思います。無理に続けることはないと思います。特にね、音楽なんていうのは別にできなくたって生きていけるんで曲の言っちゃえばね、嫌なものを続ける方が害なので、なのでそれは本当にまず壁を感じたらチャンスだと思ってください。自分が本当に好きなことかな、楽しんでるかなっていうことを、自分に問いかけるチャンスだと思ってください。で、自分がやっぱりやりたいと思うか、この方法に変えよう、これなら自分ならもっと続けられるっていう方法を見つかったら続けましょうっていうことがまずは1個目ありますね。ファーストステップで、まあ好きなこととか、まあ自分がやりたいと思ったことって結局なんか一時期ね、スランプに入ってもなんだかんだ続けちゃうので、まあもちろん一緒に頑張る仲間とかね、先生の存在があったりしますけど、まあ好きなことなんとなく続きます。で、続けてると必ずやっていけば上手くなるはず、成長できるはずっていうのがまず大前提であります。で、その上であと練習を続けていく上で、まあこういうふうに心がけたら、まあよりね成長のスピードも上がるし質も高まるんじゃないかっていうことのご提案3つ、ポイントをお伝えしたいと思います。まず1個目ですね、まずこれさっきとお話ししましたが、とにかく好きなことに集中します。好きなことに集中、まあ練習まあね、こう仕事とかね、もう生活かかってる話だったら嫌いなこともやんなきゃいけないと思うんですけど、まあこと音楽とか自分の趣味っていうことに関してはもう好きなことでいいと思います。それ以外は別にやらなくていいと思います。それぐらいこう気楽に、そして自分の気持ちを自由に解放してあげた状態でやりたいことを選ぶ、これがまず1個目ですね。ちょっとごめんなさい、最初の方と少し重複しましたけど、とにかく好きなことに集中する、曲課題曲も好きな課題曲に集中するっていうことですね。で、ポイント2、他人と違う部分があったら喜んでください他人と違う部分があったら喜んでください。例えば、歌だったらなんか声質が他の人と違うな、あの人はあんなにすごい抜けて透き通る声なのに私はなんかモコモコしてるなみたいないう感じがあったとします。でもちゃんとした発声練習をして、その上での自分の声だったらそれはラッキーなんです。違うってことはラッキーなんです。それは個性になります。まあね、声を変えるマイクとかありますけど、ああいうのを除いてそもそも自然な声で歌で勝負する、歌いたいっていう時を前提として、まあ、やっぱりその声って変えられないので、まあ顔はね整形できたとしても声は変えられません。もう頭蓋骨を変えない限り。なのでまあ自分の、
自分しかない部分をまず受け入れてあげるってことと、まあ他の人と違うってことが見つかったらラッキー、もうそういうラッキーと思ってください。これはまあ本当に続けていくうちに個性が自分の魅力になっていくので、まだ未熟な場合だとそれがなんかやっぱ練習不足でやっぱこういう風に自分はこうなのかなって思っちゃう、声が他の人と違うのかなって思っちゃう、そのなんか引け目に感じる部分があると思って、まあ練習は続けていくんですけど、その練習を続けていく中でも他と違うっていう部分をいっぱい見つけてください。自分のその音楽仲間とかね、周囲にいる人たちと比べて、あ、自分はこういうとこが違うなっていうのはもう発見できたらラッキー、むしろ発見するようにもうたくさん意識してみてください。これがポイント2つ目ですね。でこれでポイント3、ライバルは自分自身ということです。ライバルは自分自身、まあさっきのね、ポイント2の他の人と比べて違うところを見つけてラッキーっていうお話は他人を見てお話練習するんですけど、成長度合いの比べる軸は他人ではなくて自分自身ですね。なのでまあ昨日の自分よりも今日の自分で勝負しようと、1週間前、1ヶ月前に対して自分がどれだけ伸びたかを集中して、まあライバル視するならね、過去の自分ということです。でまあ一応この過去の自分と今の自分を比べる方法としては、もう一番歌の練習だったらやっぱり歌録音しておきます。で音源として残しておいて、1ヶ月前、半年前、1年前の音源と比べて、まあ、できれば同じ曲の方がいいですね。同じ課題曲を今歌って1年前と比べてどういう風に変わってるのか、それを例えば書き出してもいいかもしれないです。音程の取り方が上手くなったなとか、声が抜けるようになってるなとか、声量が出てるなとか、いろんな気づきがあるはずです。今自分で今この場所だけで見てると、あーなんか全然変わってないな、私全然ダメだなっていう、するとちょっと自分に疑心暗鬼になってるのをちゃんと過去の自分と比べることによって違い、成長を感じることによって、まあ、やりがいというかね、あ、変わってるんだっていうことを、実感できると思います。でこれ一応最後ちょっとおまけというか2番目で他の人との違い出てるはずなんですよ。あります絶対。で3個目ポイント3個目で自分の過去の自分とこうどんどんライバル、自分と切磋琢磨しながらちょっとずつレベルアップしていきます。すると自分の成長と他の人と違うってこと、これ自体が非常に大きな価値になってきます。でこれは例えばオリジナル曲で作るときに個性として非常に大事な要素になります。魅力ですね。あなたにしかない魅力、他の人にはない魅力っていうのが生まれてきます。それは練習してもう練成すればするほど磨けば磨くほど魅力が増していきます。他の人には真似できない魅力になります。なのでまあポイント3つお話しましたけど、まあ、とにかく好きなことに集中、他の人との違いを楽しむチャンスと思う、で3番、ライバルは自分自身っていう、この全部を続けているともう他の人とは到底違う、そして真似されることのない魅力的なあなたの出来上がりということで、これはね本当に自信になりますし、まあこれをね、じゃあ私はそれを見つけたんですかって言うと、まだ道半ばですそんなものがあるような気もするんですけど、まああんまり他の人のね練習のその、まあ、レベルとか、他の人の優れたところっていうのは、まあ、あくまであすごいなと思うけど、自分はそうはならなくてもいいやっていう、一種いい意味で諦めがついてて、自分にとっての自分にしかない魅力っていうのをちゃんとこう見つけてあげようっていう、そういう気持ちはすごい今でもずっと思ってますし、これからも多分持っていくと思うので、まあ、もしね練習されてて、まあ、こう伸び悩み壁を感じている方は、まあ、本当にまず今のポイント3つを押さえていただいて、で、まあもうコツコツとね、それはもう一気に明日一気にギュンって上がるわけではないので、まあ、1日少しずつ練習していただいて、ぜひね音源録音データに残して比べていただいて、一歩一歩ね成長と実感を感じていただければと思います。いつもねちょっとねレッスン動画の動画ばっかなんで、ちょっと今日はその客観的な練習ばっかりしてる時のこう心のケアというか、持ちよう、心構えについてお話をさせていただきました。この動画が良かったと思う方はいいねボタンとお気に入り登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。